はい、こんにちは。お便りコード陽介兄です。はい、お便りコードジャックです。今日は何本目かな、2本目かな。あ、まだ2本目か。あの、レンドリーっていうのを最近ちょっとどんどんやってまして、はい、まあ、いつに何本撮ったかみたいなの判別方法っていうのは、あの、服で意味分けてください。はい、服が一緒だったらレンドリーしてんだなみたいな。はい、ということで今日はミキサーを紹介したいなと思います。はい、後でこれあのなんだ普通のミキサーじゃんみたいなあの風に思われる方もパッと見いると思うんですけど、はい、後であのボムがあの、はい、ボムがありますので、ありますね。はい、あのまあのっぺりとした説明が入るかもしれないんですけど、それあのやめずに、はい、やめずに最後まで見てってほしいなと思います。はい、はい、じゃあ今日紹介するのはデノン、またデノンなんか結託してるんじゃないかっていうあの黒い噂があるんですけど、まあ結託、まあお世話にはなってますけど、うん、まあまああの面白い機材が多いので紹介してるという、あの別にそんなに裏があるわけでもないです。はい、デノンの、あ、裏あります。これはね、とある事情でいっぱいあの買ったので、ちょっと紹介しようかなと。そこら辺あのオネスティに行きますからね、僕は。はい、そういうわけで、あの余ってるから在庫処分とかではなくて、はい、紹介したいからします。はい、見てください、これです。今日はバンデノンの DNX600 というミキサーですね。はい、もうこれは出てしばらく経ちますが、いまだにですね、はい、やばいなという、いいミキサーですね。いいミキサーですね。完成度がまず高い、デザインもいいし、なんかムカつくところが一個もないなっていう気はしますね。そうですね。ですね。まあこの辺のシャンパンゴールドもやっぱりこのデノンの伝統的なですね、あのオーディオの方の、はい、あのアンプとか CD プレイヤーで使われたシャンパンゴールド。そうなんですか。そう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 。それをちょっと彷彿とさせるような、まあそれとつながりがあるかどうか知らないんですけど、そこは細かく突っ込まれるとちょっと困るなっていう感じもするんですけど、はい、まあとりあえず一通りのことはできます。でジャンルが選びません。ヒップホップ、レゲエ、トランスハウス、ドラム、ダブステップ、何でもいけちゃう。はい、はい、で音質がいい、いいです。はい、デノンなので、まあこれ毎回強調してるんですけど、すごい音質がいいです。はい、気持ちいいですね、すごく聞いてて。いいですね、本当に。はい、我々もあのあまりの気持ちよさに、さっきあのちょっと触ってたらもう寝そうになりましたね。退屈だからじゃないですよ。あの心地よすぎて眠りそうになっちゃったぐらい音質がいい。いい、はい、で、BPM カウンター、これミキサーについてます。はい、未だに結構お問い合わせがあります。この CDJ は BPM カウンターがついてますかとか。でも最近の人は、はい、もう昔と違ってもう BPM をこう耳で聞いてとか、もうそんなことはいいじゃんみたいな。あ、はい、けしからん人も、あ、けしからん子はないですけど、今ではもう当たり前なので、はいでもターンテーブルの場合はやっぱりついてないんですよね、 BPM カウンター。そうですね、アナログなので。はい、はい、というあなたでもここにミキサーに BPM のカウンターがついてるのは非常に便利だということです。はい、はい、でエフェクターもついてる。はい、はい、何種類ついてるかっていうと数えますよ、はい、1,2,3,4,5,6,7,8 がついてる。はい、はい、でさらに、EFXフリークエンシーですね、これ FREQ、 はい、これは、フィルターになります。ハイパス、はい、ローパスという感じになりますね。はい、でエフェクターもついてます。はい、はい、もちろんイコライザー3つついてます。はい、でフェーダーはデノンお得意のフレックスフェーダーですね。はい、はい、フレックスフェーダーで、かなりキレもいいですね。いいという感じですね。チラッとですね、ちょっとこっちも説明しようかな。マイク、ここはマイクゾーンですね。はい、マイクでこんなに
充実してるという、もうこんないらねえよみたいな人もいるかもしれないですけど、ここ見てください。マイクスラッシュ AUX1 となります。はい。AUX は外部入力みたいな、あの総称で言われてるあのところですけど、マイクだけじゃなくて、例えば、はい、iPhone とかのアプリを入れたりだとか、はい、そういうこともできます。はい。あと PCDJ とか、はい、まあ、別で、入れたりだとか、まあ、イベントやるときとかも結構便利。で、そこにイコライザーも聞かせれるというマニアックな、はい。で、マニアックの割には結構スッキリしてるなっていう、はい、感じもしますね。で、あとはこれはクロスフェーダーのキレですね。カーブ調整。カーブ調整。この辺も変わります。はい。で、まあ、ちょっと実際やってみますと、で今クロスに X モードにすると、まあ、だんだん上がってくる。で、キレキレにするとこうですね、という感じで、はいはい、でここの線のゾーンになるとスルーってあるんですけど、これはもう無効にできます、クロスフェーダー、はい、という感じで無効にもできちゃうと、はい、まあ何ていうんですか、もう縦フェーダーだけで DJ やる人たちにも対応してるというマニアックぶりなんですけど、なかなか、なかなか、はい。で見てください、これデジタルの方式を採用してるので、このフェーダーカーブを回すと、はい、例えばスルーにするとスルーって出る、スルーって読めないけど、まあ、スルーって書いてあるっぽいですね、これとか、ね、キレの段階もこういう風にですね、はい、どんだけマニアックなんだということですね。この縦フェーダー、縦フェーダーのカーブもできます、はい、だからまあ俺的には3が一番しっくりくるよとかね、はい、っていう風にあのアナログの曖昧な感じじゃなくて、もう3だったら3っていう感じで設定できると。なるほど。かなり先進的だと思いませんか？思います。はい、ユーザビリティ高いです。高いですね、はい言わされてる感がありましたけどはい、という感じです。